17歳韓国キムヨナが最終滑走で登場しました。ロシア大会女子のショートプログラム、ゆっくりと時間をかけます。韓国のキムヨナ17歳、オペレッタコウモリより、まず最初の3回転3回転に注目。本当に質のいい流れのあるジャンプを飛んできました。トリプルフリップ、3回転3回転、2つ目の方が高さがありました。トリプルルッツ、さすがに2週前の中国のあのミスはしっかり取り戻してきました。直してきますよね。やっぱりそういうのは経験となるんでしょうね。一度韓国に戻って全ての要素エレメンツをもう一度見直してきて戻ってきたそうです。フライングシットスピン、ワルツのテンポでストレートランステップ、去年はこのショートでムーラン・ルージュ16歳の踊り子を演じていきましたが、今年は新しい顔を見せてくれています。レイバックスピン、柔らかいですよね。本当腰からこう曲がってるという。ステップライトからビールマンスピン、表情でバレーをやっている雰囲気ですよね。さあ、得意な最後ダブルアクセル、イナバウアーから得意ダブルアクセル。あ、ここで一回転になりました。一つの悔しいミスがありましたが、しかしそれ以外は完全に我々を魅了してくれたキムヨナのショートプログラムでした。もう本当に浅田真央ちゃんの最大のライバルと言われているぐらいの韓国のキムヨナ選手ですからね。はい、ね、今回た、ね、試合ぶつかっていないですけれども、またファイナルでこうぶつかるのが、ね、まあ、今日のショートはあっという間にちょっとミスしましたけど、このコンビネーションジャンプ、トリプル、トリプル、もうプラスがもらえるジャンプなんですね。しっかりトリプルルッツ。本当に最後のダブルアクセルを除けば、みどりさんどうでした？ね、やはりこの一連でまたより表現力豊かな奇妙な選手になってきていますよね。ワルツの軽快な流れるリズムに乗って演技を続けていったキムヨナ。やっ
っぱりスローで映しますね。いい難しい入り方してるんですよね、うん、イナバウアーからアクセルなんで、うん、あちょっとやっぱりタイミングはやっぱり、はい、飛べないジャンプほら、ね、ちょっとこうなっちゃったと、うん、来た振り回されちゃったんだけど、ブライアン・オルサー選手元、チャンピオンですからね。2度のオリンピック男子シングルで銀メダルを獲得したブライアン・オーサーコーチの下で練習を積んでいるキム・ヨナ、いかにやっぱりアクセルっていうのが難しいかすごい感じますね。悔やむべきはダブルアクセルのミスでしたが、しかしこの表情を見ていると本当に今日はほぼそうですね、キム・ヨナ選手自身も満足のいく演技ができたかもしれません。さあ注目キム・ヨナの得点が出ました。技術点は 34.90、 中野を 0.8 上回ってきました。演技構成点も 28.60、 これも全選手の中野と、ということはショートプログラムの得点は 63.50、 これはあのカナダ大会をもちろん5ポイント以上上回ってきました。63.50 は中野ゆかりにジャスト3点、ちょうど3点の差をつけて、やはりキム・ヨナがトップに立ちました。